はいどうもということで今週も始まりましたバナナ TV のあきらんでーすよと申し遅れました。私番組 MC を務めさせていただきますのは局長ののおりと安田美香です。よろしくお願いします。お願いします。はいということで、はい、今週11月の最終週ですね。11月終わり、うん、あららららら、もう12月、ああもう12月、あっちゅう間に今年終わり、あっちゅう間ですな。うん、年賀状どうします？いやもう出しません。もう絶対出さへん絶対嫌一回やめたらね、うん、こっちのもんやんね。いやもうほんまやめましょう年賀状。ほんまもう業務圧迫がひどいねえ、うん、すごい手がかかりますもんね。はい、であれですよ、もう来年になったら、うん、すぐあれですよね、成人式とかになりますよね。そうですね、言ってたら節分ですわもうだから季節感おかしなってくるでしょ、うん、あの何 10月のハロウィン終わったら、うん、もうコンビニとかではクリスマスケーキの予約です。あーなる、ね、もうハリー出すでしょ、うん、ハロウィンを全部取っ払ってかと思ったら、うん、もうなんかおせちのねやつとかもうぐっちゃぐちゃでしょそう、もうその辺からもうほんまくれ始めますよね。わからんくなる。年末年始の、うん、そうで年末の、うん、あのもうほらスーパーも全部売り切りたいじゃないですか、うんうんうん、そんぐらいの時に行ったらもうなんか節分の予約のやつとか流れてたりするそうそうそう、ど年末ってもう節分の用意でしてますよねわけわからん。あの鏡餅とかも手に入らないですもん大晦日ぐらいになったら。ああね、うん、あのあとか飾りのやつ、何しめ縄みたいなね、うんうん、とかね。もうあれ30とか31なら手に入らないですよもうねえでもうそう、うん、成人式になるでしょ、うん、で成人式になったらまたあれでしょ沖縄の方とか、うん、あのすごいリーゼントして、うん、あヤンキーがヤンキーがみたいな、はいはい、うろうろうろしはるんでしょ。そうですよね。あれまたカメラ来るの目的でそうで自分ら撮りに行ってるから減らへんのに、うん、もうこれはどうなんでしょうねとかねコメンテーターたちどうなんでしょうねお前らが行くから取り上げるから来るんだよみたいなコメントせなしゃあないよね、うん、まあまあね、うん、忙しい世話しないシーズンですが、はい、皆様この30分だけお付き合いいただきたいと思います。そうですね、はい、はい、こちらご覧ください。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や一日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼントシャナナンバー、はい、おかえりなさいということで、はい、前半ね、うん、オープニングではヤンキーの話してましたが、はい、ヤンキーの話しましたね。はい、ヤンキーといえば、ヤンキーといえばもうその振り方予定調和すぎんねん。ヤンキーといえばヤンキーといえばお久しぶりに、はい、シャナナ TV の特番で、はいはい、ヤンキーをテーマに俺たちシャナナ族というものを来週からお送りいたします。何言ってんのかよくわからん、ちょっと何言ってんのかよくわからんそう、ヤンキーがさっき言いたかったな、うん、まあ、来週から実特番ですわ、イエーイ特番そう、久しぶりにね特番をね、はいはい、来週の12月4日からの1週間と、うん、はい、11日の1週間の2週連続でお送りいたします、はい、でテーマがヤンキーということで、テーマがヤンキーということで、はい、こんな話をしながらもまだ全く編集ができてない僕はすごい冷や汗を書いて書いておりますよね、はい、まあ、毎度のことですね、毎度のことですね、ギリギリならんと動かへんしたナナ TV でございます、はい、もう本当に何年ぶり、いや結構 3、4年、もっとぶりとかやんね、うん、だってロナのね、ロナのね、うん、ね、うん、流行り病のね、ね、うん、前ですからね、うん、そう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 、うん、そうで、まあまあヤンキーがテーマということでね、うん、あの昭和の人間が集まってお届けしておるシャナナ TV なもんでもう ヤンキーなら任せろみたいなやつみんな集合してね、ね、いやでも皆さん楽しそうで何よりでした、うん、楽しかったですね、楽しそうでしたしね、そうで、一応放送は30分枠のこのバナナ TV の枠でお送りするので、うん、はい、30分の2本でね、うんうんうん、お送りするんですけど、はい、撮ったのが5時間ぐらいかかりました、ね、撮れ高結構あるんですよ、それもね冷や汗かいてる原因なんですけど
撮れ高あるんですよ、ね、みんな拘束してたのが5時間ぐらい、ねうんうん、あったんですけど、うん、まあまあ皆さんあの昭和な人間なもんで、うん昭和なもんで ね、あの長時間になるとお疲れが後半は出てくるわけでございます。最初の1時間半ぐらいでだいぶヘトヘトになってましたもんね毎度なんですけど、うん、シャナナ TV の特番は、うん、もう言うたらコスプレ大会みたいなもんなんで、そう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 、そこでもうとりあえずみんなテンションバーン上がる、そう着替えてキャピキャピしてる時に、うんうん、結構疲れてまうんだね。キャピ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 ってギャビギャビギャビキャピキャピジャリジャリ、今でもキャピキャピって言うんかなキャピキャピ久しぶりに聞いたな、ジャリ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 、いやいやいやキャピキャピいいですよ、はい、そうそれもなんかね、うん、集まってね、うん、あだこうだやってる間にちょっとまあ皆さんお疲れが入ってくるそうですよね、もう体力がね、うん、うん、いやでもね最後まで本当に長丁場乗り切っていただいて、結構夜の11時ぐらいまでやったんですけどね、そう6時ぐらいから夕方ぐらいからね、6時間ぐらいおったんか、うん、皆さん ね、すごい大変なね、うん、長時間長丁場本当皆さんお疲れだったんですけれども、そうなんです、うん、でもね、まあ、ご覧いただく方以上に、はい、あのシャナナ TV の番組 MC の方々がもういつも、うんうん、特番やりたいやりたいってね言ってくださってね、そうなのでね、うん、今回もすごい楽しみにしてきて、そうですよね、であれでしょ、なんか今回テーマがヤンキーっていうことだったんですけど、うんうん、もうテーマはヤンキーですの一言しか振ってないんでしょ皆さんに、そうあのテーマはヤンキーなので、ああ皆さんなりのヤンキーの姿でお越しくださいと、うんうんうん、なるほどね以上もうめっちゃざっくりざっくりヤンキー、うん、いつのヤンキーみたいな感じ、うん、全くなし、何も言わない、うん、皆さんなりの、あ皆さんなりのヤンキーっていうことで、うん、まあそれぞれにね、うん、あの趣向を凝らしたコスチュームで登場していただいたわけですね、うん、そうそうそう、うん、でその、うん、言ったら、うん、前半はもうしばらく、うん、その収録回すまでカメラ回すまでは、うん、延々写真撮影大会みたいな、うん、そう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 、ね、まあ恒例なんですよね、うん、割とね、うん、もうだからその私たちが、まあ、まだバタ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 してる間に、うん、スタッフとかとね、うん、バタバタしてる間にもうみんなで写真撮りまくってたの、うん、もうすでに上げてくれてはるんですよ、あそう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  SNS でね、上げてくれてはって、そうそこで、うん、チナッティは、うん、エレガンスマダムチナッツの部屋の、うん、番組 MC 小林チナッツさんね、はい、はい、今回のテーマはヤンキーです、うん、ヤンキーです、うん、上げはったんですね、はいはい、であのママラフの藤野由香さんは、はい、うん、突っ張りちゃうんテーマ突っ張りちゃうんっていう、そこでなんかガチンコあったみたいヤンキーと突っ張りの差ね、え言えるどう違います、ヤンキーと突っ張りって一緒ちゃいますもん、一緒ですよね一緒ですよね、うん、突っ張りは多分自分たちのことを突っ張りって言ったんでしょうね、突っ張ることが男の声、ね、うんうん、そうそうそう、うん、自分らで言って、うん、で旗から見たら、あヤンキーやって感じなんです、突っ張りやじゃなくて、突っ張りは動詞、うん、自分ヤンキーは名詞、ヤンキーはどっちかで差別用語ヤンキーみたいな、突っ張りはいいんや、突っ張りは俺たち突っ張ってるんだよみたいな、まあまあまあ、 うん、それもご自身にお任せするお任せして、はい、うちは縛りません、はい、どちらでも結構ですから ね、うん、なのであの、うん、ゆかさんとかね、ちなみさんとかも、うん、あのもう写真あの Facebook とか、はい、インスタとか、はい、上げてくださってるので、はい、よかったら検索していただいて、そうですね、見てもらいたいです ね、その当日の収録のね、うん、まだグリーンバックの状態なんで、そうそうそう、うん、ほんま収録シーンですけどね、うんうん、あでもあれですよ、ゆかさんはちゃんともう背景、うん、グリーンバックのところに背景なんか炎の背景とか、すごい入れて耳解いていただきました、わかりました、ね、あ、これね、こちらね、すごいですねそんなことになってるんですね、そうゆかさんもそんなお手のもんですから、あそうかそうか、ね、できるんですよね、うんうん、そうだからね、あのそうやってね番組 MC の方々を挙げてくださっているのですが、うん、私たちは今本当に何もまだそうです、編集がお尻編集もしない SNS にも挙げてないあ、ちょっとあれ奥村手伝ってくれるって言ってたよね、うん、誰って健康ね健康ね、そう、あそうなんです、今日ねあの鎌倉のコーナーはお休みでございます、うん、あそう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 、言うの今頃かいな、うんそう今回はね、うん、あのかまことくまこのどこまで行くのの中に出てる健子が健子、うん、あのいつもねスタッフ陣にいたんですよ、特番やるときは、うん、
カメラマンとしてね、やってくれてたんですけど、うん、今回は、うん、演者として演者というかね、出演者としてね、はい、出ていただいてて、皆さんに可愛がりを受けておりますので、可愛がりって突っ張り用語やそちらもお楽しみになさっていただければと思います、うん、めっちゃおもろかったですよね、うん、あれね、可愛がりちゃんとあのあれなんですよ、ポジションがね、うん、あの割と品のいいところから、うん、こうだんだん落ちに向かっていくっていうのでね、あの私とケンコはもういつもね、そのコーナーの中でも、うん、ド S とド M でやってるから、うん、慣れてるんですけど、うん、みんな慣れてないところの中で、うん、私がいつもながらにケンコにガツガツ行ってたら、うん、みんながカバイに走るって、うん、あ、カバイに走ってたっけケンコ僕そこまで見てなかった私はもういつも流れにやがましい夜さ言って言ってた。いや面白かったですね、本当ね、うん、役者ですね彼はね。いや、あの人は本当にね、うん、いい調味料、いい調味料、いい味出すよ。あの関西、え、うん、大阪で関西で一番面白い男になりたい男そう、もともと福島、そう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 、福島ね、出身なんですよね、そうそうそう、彼は、うん、で、あの、まあ、あの震災の時をね、うん、きっかけにこっちに関西に移り住んでるんですけど、うん、そう、もうでこっちで、うん、今はね、うん、もう関西一、そう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 、面白く関西、ね、なるためにコツコツと、そうそう、一番面白い男になりたい男、そうそうだから、毎回あの鎌熊でも結構ねガチで反省会してるのは彼だけですよ。え、自分のあれ、そう、あ、だってここもうちょっとボケれたなとか、だって、うん、あの人、うん、自分で出たやつ、うん、自分で編集しなあかんでしょ、うんうんうん、結構苦しいみたいですよ。あー、そうかそうか、何やったら全部カットしたくなるらしい自分のところだから、それを自分で見てるから、うん、なんかすごい改善したいっていうか、うんうん、欲求が出てきてるのか、うん、毎回ねその鎌熊の収録の後軽い打ち上げするんですけど、うん、もうその時に、あそこもうちょっとこうできたなとかって言って彼だけですめっちゃお笑いに真剣ね、それ以外のさんにはウェーイウェーイって普通にやってるけど彼は真面目ね。ね、いやでもあの、うん、本当に面白い男がいい味出してるんで、面白い男が、はい、ね、ぜひ、12月の4日、うん、11日の週1週間ずつ放送流れます、うん、はい、時間の方はお昼の12時から、うん、と、うん、夜の9時21時ですね、うん、はい、からの1日2回放送流れております、はい、でその時間にご覧いただけないあなたもお任せください、うん、YouTube でアーカイブがもう同時に上がっておりますので、うん、YouTube のシャララ TV アーカイブっていうのを検索していただいて、うん、その中のバナナ TV をご覧いただければと思います、うん、まあ、はい、祈りなさい。あの、で、誰が出てるかとか言わんでいいんですね。はい、はい、わかりました。従いますんで、とりあえず、ね、見ればわかる、はい、見れば分かっていただける。でもあの意外な方がね、うん、たくさん出演していただいたんで、はい、ね、多分楽しく仕上がってると思いますよ、編集が、うん、終わってないんでね、なんともね、こればっかりなんとも言えないですね編集が ね、はい、お楽しみになさってください、はい、ということで、はい、そう、つっぱり、はい、ヤンキーがイメージやったんですけど、うん、なんかその特番の中でもここ使われるかどうかわからないんですけど、うん、結構、うん、そのヤンキーといえばその突っ張り の、うん、その代表詞として、はい、横浜銀杯さん、あ、横浜銀杯さんね、うん、ね、うん、がその我々昭和の人間、はい、え、見てはる人って知ってますよ横浜銀杯ちょっと歌って、え、今日も元気に土管を決めたらよーらんせよってリーゼントってありましたよね、うん、っていうやつが、ね、はい、あったんです、はい、みんながね、はい、リーゼントして、はい、で、黒の革ジャンに白のそうそう、ボンタンみたいなね、うん、でね、はい、うん、もう本当になんかね、うん、昭和の人間で言ったら代表、あ、そうですね、突っ張りの代表みたいな、突っ張りの代表、親玉、そう、うん、あったんですけど、うん、私ね、うん、そのヤンキー一と、うん、その言ったら横浜銀杯さんもロックじゃないですか、うんうん、でヤンキーとロックってすごい、うんうん、なんか同じイメージなんですよ、え、ヤンキーとロックが、うん、あ、ま、でね、ま、うん、私がの周りの、うん、ヤンキーさんたち、うん、私のその年上と付き合ってたんですけど、うん、その年上のまあ、周辺の人たちがみんなボーイ好きやったんですよ、うん、
あーボーイね、高校の時流行りましたね。そうだからボーイもなんかヤンキーのイメージなんですよ、うん、えボーイヤンキーで、ボーイさんがヤンキーというよりもボーイさんって言ったらなんかこう運んできそうやからやってくれるボーイさん言ったらお客様ボトルはみたいな感じで、そうね、そうね、ボーイ、ボーイがちょ今初めてやわ、ボーイがこうなんか黒く着たこういう感じにイメージされてしまった。全然突っ張りじゃない。全然突っ張ってないよね。ボーイがヤンキーなわけではなく、ヤンキーというイメージというよりも、ボーイを好きな人たちが基本ヤンキーが多いっていうイメージで、なんか つながってる気がするんです。あ、なるほどな。うわ、全然それ意外ですわ。ロックやってた人間からしてヤンキー要素ないですからね。あとほら、うん、プレスリーさん、プレスリーさん、ボーイさん、プレスリーさん、プレスリー、エルビス・プレスリーも、はい、うん、あのリーゼントやったでしょ。そうですね、でロック歌ってたじゃないですか。でリーゼントつったら、うん、その突っ張りの、ロケロール突っ張りのイメージやったりするじゃないですか。あ、そっか、そうそうそう、あ、リーゼントがロックの、あ、そうか、うん、あ、そうか、ロックの象徴であるリーゼントをしている横浜銀蝿がヤンキーの象徴になったから、だからヤンキーはリーゼントっていう、うん、あー、なるほど、バンザーイ、バンザーイみたいなそう、そんなイメージがある。確かに、あ、言われてみればそうですね、うん、まあ、でもなんか不良性っていう部分はね、うん、あったと思いますけど、だ全然僕らロックやってた人間からするとなんか別の人だって感じですけどね。別の人ら、うん、全く別の人ら、ロックの人とヤンキーの人たちって別だ感じ、うんうんうん、いや私結構なんか同くくり、うん、同くくり、同じくくり、あ、そうなんや、うん、の感じ。なんかイメージって、うん、その、うん、音楽のイメージってすっごい強いなと思ってて、だからその ボーイの曲聴いたら、うん、どっちかっていうとヤンキー寄りのイメージを想像するし、うん、でね、うん、面白かったのがね、うん、その曲の力ってすなんかパワーってすごいなと思ったことで、うん、つい最近あったことなんですけど、うん、あのアジアプロ野球チャンピオンシップ、あ、野球、うんうん、先週、うん、まあ今収録は今週なんですけどね、収録は今週なんですけど、うんうん、日本が優勝したんですよ。あ、おめでとうございます。そう、最後韓国と決勝戦やって、うんうん、で延長戦になって、うん、で逆転優勝したんですよ。あー、すごい、うん、そうしたんですけどね、うん、そのね試合の中でね、うん、あの韓国の選手がイメージソングとして、うん、セプテンバー、セプ、あー、アース、アース、うん、アースウィンドアンドザファイヤー、ザファイヤー、うん、セプテンバーを使ってはって、うん、でそれを流れたんですよ、球場で。でね、うん、昔巨人のキャッチャーのやってた阿部慎之助さん、阿部慎之助さんも、はい、よくわからないかなっていう方がいらっしゃるんですけど、うんうんうん、私野球詳しくないけどその人は知ってるぐらい結構有名な人で、その人のテーマソングもセプテンバーだったんですって。へー、そうだから、うん、日本人の野球好きにはそっちが焼き付いてるから。その人まだやってるんですか。はもう引退されてる、引退されてる、うんうん、そう、そのイメージが大きいから、うん、だからその韓国の選手が出てきてセプテンバー流れてるのに、あの日本でやってるからね、日本人ばっかりじゃないですか、はいはい、ならもう全員で大合唱して、その新之助、阿部新之助さんの時のテーマソングの歌詞みたいなのがあるの？あるんじゃないですか。本当に最後しんのすけ言うて、いないんですよ球場に。おらへんけど応援されてる。そうそうそう、本人苦笑いやろ。そうだからもう韓国の人からしたら何言ってるかも分かんないけど、うん、あ、そうかそうか、自分もしかしたら応援されてると思ってる。ああ、なるほど、面白いですよね。ちょっとオンですよね、うん、でもその野球ファンのイメージの中で、うん、もうセプテンバーっていう曲は、うん、イコール阿部慎之助さん、へー、めっちゃ強いですよね、やっぱり。そうかそうか、うん、え、だから結構それから何年も何十年も経ってても、うん、それがやっぱ僕らの頭の中に残ってるっていうか、うん、いうことなんですね、うん、だってアントニオ猪木さんとかでも出場してくるとき、はいはいはい、ね、ちゃちゃちゃんやっけ、はいはいはい、なんかね、いつもテーマ、うん、イノキボンバレーか、はいはいはい、ね、あれがもうかかったら猪木、うん、さんってなりますもんね。もうあの若かりし頃に猪木さんが映像が出てくる、
赤いパンツ履いてね。そう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 。黒でしたっけ？うん、なんだバカ野郎。いや、ちょっとわかんないです、色。赤はジャイアントどこに言ってた？そうやったような気がする。うん、まあまあ、そうね、ね、だから曲のイメージってすごいなって思ったのと、うん、あとこの、うん、リアルにね、その野球見てたんですよ、うん、私実家で、うんうんうん、で、実家でそれがセプテンバー流れて、うん、その掛け声、はい、やってるやつを、うん、子供が説明してくれたんですけど、うんうんうん、説明するときに、うん、X 出してくるんですよ、スマホの、はい、うん、で、見してくれたんですよ、うん、そならもう、うん、その場でやってたことが、うん、すぐ切り抜きでもう X に上がってたんですよ。はいや、すごい時代やなと思って。それ普通にカメラで撮ってたような感じ？もう画録してたんちゃいます？そんな瞬間に、うん、はい、や、そんな時代なんや。そこにいてる人かもしれない。あ、いてる人が通ってそれそのまますぐ上げたんです。あー、そうかそうか、うんうん、すごいですね、一瞬なんですね。そうだから目の前でやってるリアルに民放で流れてるものが、うん、こんなに一瞬にしてリプレイをこっちで見れるっていう、ね、はい、や、ね、面白い時代になりましたね。面白いですね。っていうね、なんかその音楽ってすごいなっていうのと、うん、その今ってすごい時代やなっていうのと、あ、確かにね、昭和の人間としてはすっごいな。いやで、ね、でも音楽がなんかこうと、なんかすごいなんかを思い起こさせるっていうのもありますよね。ありますよね。すごいね、聞いたらその時の気分になるというか。うん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 、うん、最近なんか割と80年代っぽい曲とか流行ってるじゃないですか。ああいうの、あ、そうそう、僕あのツイッター音楽のアカウントもあるんですけど、うん、今ね結構ね CCB のファン多いんですよ。 CCB? うん、あのドラ、え、ロマンティック、うん、ロマンティックが止まらない、うん、の流行った人たちね、うん、のファンの人とか、アキナちゃんのファンとか。あ、アキナちゃんだってまたね、うん、あの曲出さはる、あ、高田さはるか、なんかもうすごい久しぶりに、うん、で意外と多いのは河合直子さん。あ、河合直子さんは今どうされてるんですかね、うんうん、めっちゃ推してる人、推しの人多いんですよ、あの辺の昭和アイドルの人とか。うん、うん、めっちゃびっくりしますよね、うん、結構なんかで、僕、アキナさん昔中学の時めっちゃファンで、あ、私も好きやった。でその時持ってたプロマイド、うん、みたいなのが上がってくるんですよ。びっくりします。可愛いとか思いますけどね。だから髪型とかも昔のね、髪型が流行ってたりとか、うん、あ、そう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 、ね、まあ、まあ、昭和が熱い。昭和結構熱いです ね。でも本当にその曲とか聞いたら、うん、その当時の思い出って蘇ったりとかするし、うん、めちゃめちゃなんか記憶に蘇ってきますよね、やっぱり音楽って、うん、あとね、よくね、僕あの関係ないけど、うん、あの小柄屋って言ってね、そのてんやもん、なんかうどんとか、うん、そのカツとかが美味しい昔ながらのそういうなんかなんてうどん屋みたいな、うんうんうん、蕎麦屋みたいなとこよう行くんですよ、うん、そこ行ったらね、なぜかわかんないですけどずっと昭和の曲が流れてるんですよ。ああ、もうそれは店主の好みちゃいます。店主の好みなんですよ。トムキャットとか流れてきたりとかしてね、うん、それ店主の好みでしょ。店主の好みなんですかね、うんうん、でもなんかそこいると、うん、なんか子供やった時の心の自分なんか思い出せるんで、あー、なるほどね、なんかいいなと思って、うん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 、わかるわかる。早いてほしい。ああ、早いて。CM 見てほしい。どうぞ。こちらご覧ください。シャナナ TV スタッフ大募集。あなたもシャナナ TV の楽しいメンバーと一緒に番組作りに参加しませんか？楽しくて、しかもためになる、シャナナ TV の収録現場を一緒に盛り上げてくれる元気いっぱいのあなた、今すぐご応募ください。5秒前。4。3。2。ご応募はシャナナ TV ホームページ、メール、シャナナ TV フェイスブックページから。はい、お帰りなさいということで、トムキャットで話してもらいましたけどね。ね、だからそのうちね、あの何回かここでもお伝えしてますけれどもね、うん、シャナナ TV の母体の会社、うん、テイクセブンは音楽制作会社ですからね、うん、あ、ほんまや、忘れてた。今までにもね、あのメジャーの、うん、アーティストの方々にも、うん、いろんな楽曲を ね、数々のヒット曲を手掛けさせていただきましたけど、そうだからその人たちの思い出にも残ってるんですよ、ちゃんと、うん、思った。あ、そうでしょうね、それ聞いてた人たちの心の中にも ね、すごくないですか。うん、それはやっぱりなんかね、やりがいのある仕事ですよね、うん、
でもまあどれぐらいの人たちね、直接会わないんでわからないですけどね、その人たちの人生にどういうふうに刻み込まれてるのかね、まあね、その曲聴くときに作った人はどんな人かなとかもないですしね、ないですからね、でも知らないところでなんか影響を及ぼしてるってすごいなって思います。そうですね、あの自分がバンドやってた時の曲が、まあ、なんかそれなりにヒットしたじゃないですか、だからそれ聞いてなんかすごい若い頃のことの思い出を語ってくれはるのとか聞くとすごい嬉しくなるのはありますね、あ実際にね歌ってた時はね、顔もね曲とつながってるしね、これ聞いたらなんかその友達となんかしてた時のこと思い出すんですよとかね、今でもこうねライブとか見に来てくれる人たちとかからそのライブ終わった後にねお話して聞いたりとかするとね、あそうかそうやって人の人生に刻み込まれてるんやなって思うのはすごいやっぱ嬉しいですよね。そのヒットした当時と今とではねもうだいぶ置いてしまいましたけど、そうですよね、あのライブもね若い時キャーやったんがやっぱりあの同じ人たちがねあのそれなりに年齢だけシフトして来られるようにもう前までやったらずいたってこうやってあーってやってたのがめっちゃ高くそう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 温かくこうね見守ってる感じになってるんで雰囲気はだいぶ変わってるんですよね。だから今のキャーって言われてる人たちも、まあ、そのそうなるんですよ、そのキャーの人たちがね、まあ息子さん娘さんもできーのみたいな、お孫さんもできーのぐらいになってくると ね、もうあー懐かしいわーってなる感じです ね、皆さんの思い出の曲は何でしょうか、ということで ね、来週再来週の、お話をもう一度させていただきましょう。あそう特番ですね、12月4日からの週と12月11日からの週で、特番2週連続で放送いたします、そのタイトルは俺たちシャナナ族覚えといて、2週間連続で毎日毎日、12時、お昼の12時からと夜の9時から21時からですね、で放送もいたしておりますし、その時間にご覧いただけなくても YouTube の方でアーカイブも上がっておりますので、シャナナ TV アーカイブで検索していただいたら、そのページがチャンネルが出てまいりますので、そちらの方でお楽しみいただければと思います、思います。で意外な方の意外な姿意外な人の意外なツッコミボケが結構堪能できますよね、そしてあの加減の健康ファンもぜひいい味出しておりますので、おるんかな健康ファンおるおる、私の友達大好き、友達も大好きじゃあ健康の方も楽しみにしていただいて、お楽しみいただけたらと思います、ということで今週もバナナ TV